調子で突っ走りましょう。やあ、ビートだ。あとは時間がない。これならいける。眠れ。
この調子で突っ走りましょう。
騎士兵、それにあの周りを飛んでいるのは何だ。こっちに来るもん。みんなの気持ちが伝わってきたよ。これがチームだってもんだよな。やれそうだ。モナド、いつからよ。 なんだこの生き物は。見たこともねえ。これはおそらく巨神界最古の生物の一種だろう。コート周辺から出土する化石でしか見たことはなかったが、よもやこんな場所に封じられているとは。
ここを守っていたのかしら。そこまでの知能があればな、こいつらからはもっと原始的な何かを感じる。何かって？自分たちの存在以外を許さない、そんな排他的な本能、みたいなもんかな。まあただの勘なんだが。考えてる暇はないわよ。行くんでしょ、監獄島。監獄島に乗り込むの？指紋の守り手も長くは持たぬか。あやつらがいずれはコートに。ヒソたちよ、今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシス、ドゥクナルナス。このようなものが封じられていたとは。高家の長か、久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。我をここに封じたな。ならば私が何故ここに来たのか語るまでもないであろう。聞くまでもないさ。我は全てを見ているからな。どうした、使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。Okay.
これなら勝てるな。ああ、このまま押し切ろう。任せろ。騒いできた。見たか。ない。俺に任せとけって。重心が。いや、これからだよ。うへぇ、でっけぇもん。どんだけでかいやつが使ってたんだ、このもん。あっ、大恐竜だもん。なんだよ、ただの石像じゃねえか。おっさん、びっくりさせんじゃねえよ。この石像、人かしら。
不思議な姿をしているわ。これはもしかしたら我らの始祖の姿かもしれんな。伝承では今の我らとはかなり異なる姿をしていたという。なるほど、その姿をかたどったってわけか。こいつどっかで見たような見てないような。大恐竜、大恐竜も大恐竜ね。確かにあん時のテレシアに似てなくもないが。この監獄島はメリアたちの先祖が作ったもの。いや、伝承では我らの始祖が生まれる遥か以前より存在していたらしい。誰が何の目的で作ったものかは定かではないが、ここを封じたのは我らの始祖であったという話だ。一体何を封じ込めたんでしょうね。興味あるわ。見るがよい。始祖の残した碑文だ。写本はコートのあちこちで見ることができる。多くの研究者が挑んできたのだが、解読できたのはごく一部だ。おい、シルク、あの記号。うん、モナドの表面に浮かぶ文字とよく似てる。だけど、何か気になる。どうした？始祖が封じたという監獄の扉、開く資格を持つのは皇主とその後継者のみだという。じゃあ、陛下はもうこの中に。おそらく。始祖よ、そなたの末代皇太子メリア・エンシェントが推参した監獄の扉、我が治世の希望のため開かれん。墓所と同じか。すっげえ。ねえ、助けなくていいの？心配無用だ。意味は分からぬが必要な手続きらしい。モナドを継ぎし者よ、今こそ枷を解き放とう。どうした、シルク。急ぐぞ。見たんだろ、顔つきどもをバッサバッサと切り倒してる未来のビジョン。分かってる。やっと来たんだ、ためらうことなんてねえって。行きましょう、シルク。奴らが足止めを食っている間に。そうだぜ、シルク。ここにはあの顔つきの鬼神兵を倒す手段があるに違いないって。そしてメリアの親父さんを救うんだな。ああ。Thank you.
ここは塔の外に出たみたいね。おい、シルク。うん、間違いない。ここが僕の見た場所だ。メリアか。父上。これは父上。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。あなたは。でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族、ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。我はここでそなたを待っていた。待っていただと？そなたはヒソによってここに封じられたのではないのか。モナドは我が打ち鍛えし剣、我の写し身、それを振るう者のことは手に取るようにわかる。このモナドをあなたが。そうだ、鬼神界にこうするため、神の剣として遥か昔に我が作ったものだ。だけど、なんでこんな残酷な目に。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか、こんな小さい剣で。その姿形は幻影、使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力。そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。バカな、始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。特定のもの？そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵、顔つきを生み出したのだよ。チッ、うぜえものを押し込みやがって。
どこがこの力の中心だ。あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ見つけたぜ。どんだけ防備を重ねたところでこいつは防ぐまいなあ。ザンザさんとやらいよ。モナドは人を斬ることができない。それが枷なんですか？それと顔つきとに何の関係があるのですか？それを己が目で確かめるのだ。さあ、そのモナドで我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。立てぬものはただ神のみ。よせシルク。メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただカセとやらを解いてくれるだけなんだろ。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。シュルクよ、我は強制しない。代償も求めない。選ぶのはそなただ僕は継子者よ、その意志しかと受け止めた。今こそ枷を解き放とう。さすがよ。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやがんだ。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな。槍に来たらお前らがいたってわけよな。白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、
私はあなたと対話をするためにここに。騎士兵、僕はお前たちを許さない。待ちなさい、あなた方と戦うつもりは。お前たちはフィオルンを、フィオルンを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ。クズ。シルク、弱い、弱すぎるぜ。モナドがねえと弱えよな、てめえらは。え、ダンバンさんよ。貴様、何者だ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。この技は。いや、まさかそんなはずは。ダンバン。やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねや、うぬまに。やらせは済むぞ、騎士兵。陛下。ゲームは、大事ないか、メリア。はい、父上こそ。ふざけんじゃねえぜ、クソジジイが。そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまた。モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの枷を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい、そなたの意のままに。倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、騎士兵、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。うわあ、モナドの形が。いけません、その力に身を委ねては。シルク。なんだなんだ、小僧、まだやろうってのか。マービートだ。いと今だ。やめそうだ。
そんな、ないよ。何でも鍋がいけんだよ。力を振るうがよいシュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの気づかぬわけだ。人間？あ、まさか。フィオルン？生きていたのか？ザンザ、変わらないのですね、あなたは。それでも私は。気にするがよい。フィオルン！待って！目的は果たしました。祈祷します。命拾いしたな、ダンダン。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、また間に合わなかった。見えていたのに、分かっていたのに。シュルク、なんでだよ。なんでこうなっちまうんだよ。父上。メリアよ、我らが希望なくでない。嫌です。泣いて希望となる資格を失うのなら、私はそんなものにはなりたくない。メリア、だって私でなくとも良いのでしょう。ホムスの血が入っているだけでいいのなら。そんなことを気にしておったのか、大バカ者め。だ
って。ハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものだ。それを忘れなければ資格など後からついてくる。だが忘れるな。要はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかったのだ。モナドを継ぎし者よ、私はそなたに託したい。そが伏したモナド、そなたならきっと。はい。メリア、泣きたいのなら今は泣け。だが涙が乾いて後は。メリア、行こう。シュルク、私は公主とか希望とかそんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだな、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。全ては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。嵐は近い。